皆さん、こんにちは。私は KDDI スマホ携帯安全教室講師のあさりです。今日はスマホや携帯、インターネットのことについて、熊吉、にゃんこ、ぴょんた、そして皆さんと一緒に勉強していきます。どうぞよろしくお願いします。最初に皆さんに質問です。皆さんは、 スマホや携帯で何ができるか知っていますか皆さんが知っていることを教えてください。どんなことでもいいですよ。 皆さんよく知っていますね。驚きました。スマホや携帯はいろんなことができる便利な道具ですね。今はまだ持っていない人もたくさんいると思いますが、おうちの人のものを見たり、触ったりしたことがある人は多いかもしれませんね。スマホや携帯の一番の特徴はいつでもインターネットにつながっているということです。 スマホ以外にもインターネットにつながっているものはたくさんあります。例えば学校から配布されているタブレット端末、ゲーム機やテレビを使っている人もいるかもしれませんね。今日はスマホなどインターネットにつながるものを使うときに気をつけてほしいことをお話しします。皆さんに2つのことを覚えてほしいと思います。 スマホやインターネットにつながるものを使うときに気をつけることとルールですスマホやインターネットは便利で楽しいばかりではなく使い方を間違うと困ったトラブルに巻き込まれてしまうこともあります知らずに使ってしまうと取り返しがつかないことになってしまいます周りの人に迷惑をかけたり自分が困った目に遭わないために 守らなければならない約束ごと、ルールがあります。今日はどんなことに気をつければいいのかなどんなルールが必要かな考えながらお話を聞いてほしいと思います。今日は皆さんに4つのアニメを見てもらいながら気をつけることとルールを考えます。アニメではいろんな事件が起こります。 どうしてそうなってしまったのかどうしたらトラブルに合わないで済んだのか考えながら見てください後で意見を聞かせてくださいねそれぞれ1分くらいのアニメですのでしっかり集中してみてください1つ目はネット上のやり取りについてどうして起こっているのです どうしてて怒ってるのあ,あにゃんこと喧嘩しちゃったにゃんこがいないとゲームも面白くないし仲直りしようかなあにゃんこからメッセージだ「今日はごめんね」だってああよかった仲直りできるもう謝らなくてもいいのに送信

あ、またにゃんこからえ謝ってるのにひどいもう知らないってななんでもういいよって言ったのにどうしてこうなっちゃったのくま吉にゃんこと仲直りしたかったのにまたけんかになってしまいましたね。では、 どうししててになってしまったのでしょうか。まずはにゃんこの気持ちを考えてみましょうにゃんこはどうして怒ってしまったのでしょうかにゃんこが怒った理由を次から選んでください機嫌が悪かったから熊吉が怒っていると思ったからどちらだと思いますか にゃんこが起こったのは、にゃんこ自身の機嫌が悪かったからだと思う人はいますか?○丸だと思う人は手を挙げてください。にゃんこが起こったのは、熊吉が起こっていると思ったからだと思う人はいますか?○丸だと思う人は手を挙げてください。 答えは、くま吉が怒っていると思ったからですね。にゃんこが怒っていると感じた言葉はどんな文字だったでしょうか。くま吉が送った、もういいよという文字でしたね。くま吉は、仲直りできる。よかった。もう謝らなくてもいいよ。大丈夫だよという気持ちで、 もういいよと書きましたね。では、にゃんこはどのように受け取ったでしょうか。にゃんこは、もういい、にゃんこなんて知らないと、くまきちが怒っていると考えてしまいましたね。もういいよという文字。くまきち、にゃんこ、それぞれが違う意味で考えたことで、気持ちがすれ違い。 仲直りできなかったということです。では、どうすれば正しく伝わったのでしょうか。皆さんが熊吉だったら、どんな言葉を文字で送りますか そうですね、たくさんの意見ありがとうございます。インターネットでのやり取りは、文字だけでやり取りをしていきます。相手の顔を見たり、声を聞いたりできません。そのため、正しく気持ちが伝わりにくく、喧嘩になったり、いじめになったりすることもありますので、伝わりやすい文字を選ぶことが必要です。もし、文字でのやり取りではなく、 顔を合わせての会話だったら、にゃんこは勘違いしなかったかもしれませんね。まとめです。今日覚えてほしいこと、一つ目です。スマホのやりとりは文字だけです。会って話すよりもずっと気持ちが伝わりにくいことに気をつけなければいけません。スマホでやりとりするときは、メッセージを送る側も受け取る側も、 相手のことを考えることが大切です。メッセージを送るときは、勘違いされないかなとしっかり確認してから送りましょう。メッセージを受け取るときは、どういう気持ちで送ったのかなと相手の気持ちを考えてみましょう。そして、もし間違えて捉えられそうなことを書いてしまったら、すぐに相手に謝りましょう。また 会って話すということも大事です。ちょっとしたやりとりだけで大事な友達を失ってしまうのはとても悲しいことですよね。もしもネットでのやりとりや書き込みなどですれ違い、喧嘩などが起こってしまったときは相手と会って話してみましょう。次は時間についての動画です。 次々やっちゃうああ今日は宿題たくさん出たなーあれでも何ページをやるんだっけよし熊吉に聞いてみよう今日の宿題ってどこやるんだっけ教えて11ページから15ページだよそっかありがとう今ミーチューブ見てるんだよへー 見てみようっと。あ、こんな動画もあるんだ。<laughs> 面白いなー。なにこれあ<ー>わあすごい。すごい,すごーい。こ<ー>らぴょんた。もうご飯の時間よ。いつまでスマホいじってるのえー。でもまだうえー。もう7時半。

宿題することを忘れてしまったから動画を見るのをやめられなかったからさあ、どちらだと思いますか宿題することを忘れてしまったからだと思う人は手を挙げてください動画を見るのをやめられなかったからだと思う人は手を挙げてください そうですね。両方正解です。スマホは友達からいろんなメッセージがすぐに届く便利な道具です。また、写真やメッセージのやりとりができたり、面白い動画を見ることができてとても楽しいです。そのため、ついつい夢中になってしまう人も多いようです。特に夢中になりやすいのが動画です。例えば、 YouTube、TikTok などは聞いたこと、見たことある人がいると思います。一つの動画を見ると、その動画を見た人が興味を持ちそうな動画を次々にお勧めしてくれます。面白いので何も考えずに見ていると、どんどん時間が経ってしまい、大変なことになります。では、もし皆さんがピョンタだったらどうしますか どうすれば宿題をすることができたでしょうか勉強するときは、おうちの人にスマホを預ける、スマホの電源スイッチを切っておくなど、勉強に集中できるように準備しましょう。そして、動画を見たり、友達とやりとりしたい場合には、最初に使う時間を決めてから使うことなどもいいですね。 今日学んだこと、二つ目は時間についてです。スマホはいろいろなことができます。夢中になりすぎてあっという間に時間が過ぎてしまうことに気をつけなければいけません。ルールはスマホを使う前に使う時間を決めるなど、おうちの人と一緒に決められるといいですね。では、三つ目の動画です。三つ目は情報についてです。 誰に見られても大丈夫 SNS って楽しいなどんどんあげちゃおうっとケーキ作ったよおいしそうでしょう家の前の桜に花が咲きましたここが私の学校友達たくさんいるんだ

いたいたニャンコちゃんだよね僕と一緒に遊ぼうえだ誰どうして私の名前知ってるのだって SNS で全部教えてくれたよねさくら小学校に通うニャンコちゃんお家は動物通り山頂にでしょえ いかがでしたか怖い人が来てびっくりしましたね。それでは皆さんに問題です。にゃんこに知らない人が会いに来たのはなぜでしょうか次の2つから選んでもらいます。SNS で居場所がわかったから知っている人だったからさあ、どちらだと思いますか にゃんこが送った内容から SNS で居場所が分かったからだと思う人はいますか丸だと思う人は手を挙げてみてください。では、実はにゃんこの知っている人だったからだと思う人は丸だと思う人は手を挙げてみてください。答えは SNS で居場所が分かったからです。怖い人はニャンコの SNS で、ニャンコの住んでいる場所が動物通り三丁目。通っている学校が桜小学校と分かりました。だから会いに来たのですね。SNS はお友達だけでなく、知らない人も見ることができます。今回の動画のように、 怖い人が見て会いに来ることもあります。今回は学校の名前や住所でしたが、他にも名前や電話番号、生年月日など、皆さん自身に関係する情報をまとめて、個人情報と言います。少し難しい言葉ですが、皆さんの大切な情報ですので、インターネット上に載せたりしないようにしましょう。 今日学んだこと、三つ目は情報についてです。SNS などインターネット上に個人情報を載せると、怖い人が会いに来ることもあります。個人情報は皆さんの大切な情報です。載せないようにしましょう。また、にゃんこのように怖いことが起きたら、おうちの人や先生など、すぐに大人に相談しましょう。 最後にくまきちにゃんこぴょんたが作ったルールを見てみましょうどんなルールがいいのかなスマホって便利だけど危険なこともたくさんあるんだなみんなでルールを考えようよ賛成僕は夢中になってやりすぎちゃうことがあるからそうだ僕のルールは使う時間を決めるにしよう 僕は喧嘩になったら嫌だな僕のルールは伝え方には気をつけるにしよう私は怖い思いをしたくないなそうだ私のルールは個人情報は載せないにしようみんないいルールができたねしっかり守るぞ他のルールも考えようよそうだね いかがでしたか ?3 人それぞれが素敵なルールを作っていましたね。それでは皆さんにもスマホやインターネットにつながるものを使うときにどんなルールにするといいか皆さん自身にも考えてもらおうと思います。3人のルールも参考にしながら近くの人と相談してみてください。 それでは発表してもらえる人いますかとても素敵なルールができましたね。ルールを守っていても、もし困ったことが起こってしまった時は、おうちの人や先生にすぐに相談してくださいね。ネットで起きたトラブルは、子供が解決するのはとても難しいんです。勇気を出して、 少しでも早く相談しましょう。それでは最後に今日覚えたことを振り返ってみましょう。今日覚えてほしいこと、一つ目はやりとりについてです。スマホのやりとりは文字だけです。会って話すよりもずっと気持ちが伝わりにくいことに気をつけなければいけません。だから、 メッセージを送るときも受け取るときも相手のことを考えてやりとりしましょう。今日学んだこと、二つ目は時間についてです。スマホはいろいろなことができます。夢中になりすぎてあっという間に時間が過ぎてしまうことに気をつけなければいけません。ルールはスマホを使う前に使う時間を決めるなど、 おうちの人と一緒に決められるといいですね。今日学んだこと、三つ目は情報についてです。インターネットには個人情報を書かないようにしましょう。怖いことが起きたら、おうちの人や先生など、すぐに大人に相談しましょう。今日の スマホ携帯安全教室はいかがでしたかスマホやインターネットにつながるものを使うときは今日考えたルールをしっかり守ってくださいね。ルールを守って楽しく賢く使っていってください。KDDI スマホ携帯安全教室はこれで終わりです。最後までしっかり聞いてくださりありがとうございました。